やだいくチャンネル。はい、皆さんこんにちは。一般社団法人宮大工養成塾の金田です。よろしくお願いします。今日はですね、剃髪についてお話ししたいと思います。まず剃髪なんですけども、剃髪っていうのは、頭をね、こう丸坊主にして、で、剃り上げることですね。スキンヘッドっていうやつになるんですかね。はい。で、剃髪っていうのは何なんだっていうことなんですけども、剃髪は、得度って言ってですね、一般の人からお坊さんになったりとかですね、他の仏教以外の宗教でもあるみたいなんですけども、頭を剃って、でそれで仏堂に入るという決意を決めるみたいな、それがですね、剃髪なんですね。これはですね、お釈迦様も下脱するためにですね、自ら剃髪したって言われるぐらいですね、すごく重要な儀式になっています。はい。で、我々宮大工の世界でも、剃髪っていうのは、あるようでなくてないようであるみたいな、いろいろあるんですけどね、個人に任せるっていうところが多いんですけども、修行中は坊主にする方はですね、結構な人数おられまして、別にそれがですね、強制されているわけではないんですけども、自分に対するなんていうんですかね、覚悟というかですね、そのために剃髪するみたいな、そういったことはあるかもしれません。はい。で私も修行時代はずっと坊主でしたので、あだ名が仙人君ってね言われてたんですけども、はい。修行終わってからもですね、年に2回ぐらいかな、1回か2回は坊主にするですね、機会がありまして、一番の要因は忙しくなってくるとですね、散髪に行く時間もなくなってきますんで、坊主にしちゃえということで、坊主にしちゃうということですかね。はい。そんな感じで、剃髪を、やっていきたいと思います。はい。この新しいですね、バリカンを買ってみました。今日はですね、これを開封しながらですね、剃髪をですね、やっていきたいと思います。入ってるのはですね、取扱説明書ですね。これが本体になります。充電のアダプターですね。透き取ったりする、アタッチメントですね、もついてます。の潤滑油です。掃除用の、ブラシですね、がついてます。はい。使っていきたいと思います。それではですね、アタッチメントなしで、だから1ミリかなで、やっていきたいと思います。これね、始めがね、勇気いるんですよね。ちょっとやっていきます。すごい性能これ。すごいですね。OK! 大体ですね、こんな感じですね、バリカンでいけるのは。はい。またもうちょっと残ってるんですけども、でこの後ですね、カミソリで、剃っていきます。はい。ちょっとあれですね、髪の毛なくなるとやっぱり雰囲気がちょっと変わりますね。はい。じゃあちょっと髪、お風呂場でちょっと髪の毛を剃ってこようと思います。ちょっと待っててください。はい、お待たせしました。大体ですね、こんな感じですね。で、頭皮でこのね、やっぱ髪の毛があったのでね、この辺はちょっとあんまり焼けてませんけども、これがだんだんですね、この地肌にこう馴染んでくる感じですね。はい。ちょっと注意したいところは、ちょっとカミソリを使うのでね、ちょっとね、いくらかちょっと吹き出物が出てるとこがあるとちょっと切れちゃいますけど、さほど気にすることではないとは思います。はい。
で、初めてこのスキンヘッドですね、こう剃髪される方はですね、この肌がですね、慣れてないというかですね、初めてのことなので、特に夏場なんかにしちゃうとですね、皮がすごくめくれてきますんでね、まあやるとしたら、まあ冬場からがいいかなとは思います。はい、今回ですね、剃髪した理由なんですけども、何かこう悪いことをしたんじゃないかとかですね、皆さんおっしゃる方多いんですけども、そうではなくてですね、来年のですね、ちょんな始め式に向けてですね、まあちょんな始め式っていうのは宮大工の仕事を始めの儀式なんですけども、それが1月11日にやるんですね。はい。で、それに向けて、今まではまあお札だけで、晩鐘期のお札をお祭りして、ちょんな始め式をしてたんですけども、まあこの度ですね、今年の初めにですね、ノーマジさんのですね、参謀させていただいた時に、まあラッキー法要でね、お会いしてですね、村田大観さんですね、京仏師の方にですね、聖徳太子像をですね、彫っていただきまして、で、それがですね、12月に、お迎えするということで、もうちょんだ始めの、準備をですね、もう今の段階からしてるんですけども、はい。で、まあ、身を引き締めてですね、まあ、この事業に取り組んでいこうということで、まあ、私もですね、まあ、そういった意味で、剃髪をしました。ということですね。はい。まあ、今はですね、剃髪がですね、別に義務付けられてるわけでも何でもないんですけども、はい。こう、坊主するとですね、いいことがですね、たくさんあります。はい。まず一つですね、髪の毛のある人と全く同じことしてるんですけども、なんかね、頑張ってる感がやっぱ出るんですよね。見る人からしたらですね。はい。これは一つ目のメリットですね。で、もう一つはですね、この頭をすることによって、こう、なんていうんですかね、この真剣さが増すというかですね、こう、修行に入っていくにはですね、もってこいのですね、精神集中の方法なのかなというふうに思います。はい。それとですね、この剃髪なんですけれども、四九日以外は基本的には剃りません。はい。四九日ですね、4と9のつく日、だから、4日、9日、14日、19日、24日、29日ですね、の時に剃髪をするわけなんですね。はい。まあ、頭をこう清めて、で、まあ、周りをですね、綺麗にしてというかですね、まあ、そういったですね、意味合いもですね、あるんですね。はい。なので、まあ、四九日以外は剃りませんよっていうのがですね、一般的な、まあ、お坊さんの世界ではですね、そういうのが多いようです。はい。それとですね、三つ目の利点はですね、メリットですね。三つ目のメリットはですね、散髪代がかかりません。そして散髪に行く時間もかかりません。はい。なので、自分が好きなことを、好きな時間をですね、当てれるということですかね。はい。ということですかね。はい。で、デメリットはですね、まあ、夏場はですね、何かこう、頭の、こう、何かこう、帽子かなんか被らないとですね、直射日光でやられちゃいます。はい。で、冬場はですね、寒いので、ですね、頭、ニット帽とかですね、そういったものを被ってしないと、もうとてもじゃないけどもですね、生きていけません。はい。まあ、それがですね、デメリットなんですけども、はい。まあ、するかしないかはですね、あなた次第です。はい。今日はですね、このバリカンの、デビューとですね、それとですね、剃髪を実際にやってみました。はい。それではですね、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またね。